今回紹介しますのはこちらですね。これ紹介しました？ああ、これ色違い買ったんです。紹介してます。はい、お疲れ様でございます。今回もね、ティームで怪しい商品買いました。こちらちょっと紹介していきましょうか。最近ね、こちらビニールです。肩がこってね、これね、なんか肩こりの、あれこれ何ですか、リモコンですか、あれ こんな商品頼みましたっけ。肩こりをね、解消するアイテム、そうです。これを肩とか首に貼って、これでね、マッサージできるらしいんですよ。なんか怪しいな、汚いな。ほんで、この品質どう思われます？まあいいですか。使えたらいいんですけど、これリモコン付きやったんですかね。電池入ってるんですか、これ。あ、爪割れてる。ちょっと、別の作業してたんで。今回は、こちらですね。これなんか、このまま一回使います。で、これをここにセットして、そしてこれを使うと。違う、説明書ですかね。15度から、定格ですか、中国ぐらいから、よくわからない、 3.7V AF19 なんとか、1から 1000Hz 15分、 35mAh 200mAh、 よくわからない。出力と容量、あ、これ蓄電容量ですか、バッテリー式ですかね。これ押したらもう動くんですか。あ、なんかついた。ビート、マッサージアクション、トレイン、電車、どういうこと、電車モード、トレイン、あ、そういうことが、そういうリズム的な。これでスタートして始まってるんですか、これ。実質こっちでスタートかな。これ電池入ってるかどうか見ましょうか。爪が割れてね、これ電池入ってなかったらめっちゃ面白いんですけど、あ、入ってる。3ボタン電池入ってました。で、これスタート、これ振動してるんですかね、わからん。始まってる。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、マックス、いきなりマックス。これいつ始まるんですか、わからん。説明書が読めんから、中国語やからわからんのよ。始まってるんですか、これ。スリープ、わかる、振動してない。で、これ剥がさんとかの、剥がして、うわ、なんかべちゃべちゃになって、うわ、ゼリーみたいになってる。え、どういうこと、これ手に貼って、あ、痛い、うわ、そういうことか、ちゃんと動いてました。何これ、うわ、最悪や、こんな感じか、低周波みたいに痛かった。3でこんな痛いんやったら19どんなんや。あ、もう一気に汗かいたわ、こんな感じなんか。え、これマッサージとかじゃなくてフィットネスのやつじゃないんですか。え、後で画像出しときます、これの画像出しときます。せーの、ポン。ウプ主はこれを買いました。うわ、めっちゃ、すっごい振動やな。振動って言うんですか、これ。ピキピキくるやん。これで肩が、これマッサージ、めっちゃ怖いな。これ長押しで始まるんですか？ビート0。これ0か10なんか、どっちですか？ちょっと一回肩に貼りましょうか。怖いわ。肩に貼ったんですけど、これレベル1でめちゃくちゃくる。なんかピキピキ、こことここを貼ると、こう電極が流れるんですか？めちゃくちゃ怖い。痛いわ。え、これこんなもんなんですか。ウプ主初めて使うんですけど、めちゃくちゃ怖い。これここにこう貼って、怖いな、やれ、怖いな、いた、こんな来るん、レベル1で19やったらもう耐えられへんわ。どういうことやん、これマジで大丈夫な商品かよ。横な打ったな。だからもう安かって購入したんですけど、めっちゃ汗かいたわ。やめとこう、怖い。なんかね、感覚的に言うと、なんて言うんですかね、あの、正のくじとかやった時にね、あのペン型のビリビリくるやつあるじゃないですか。あれを、ここに当ててる感覚、もう怖い、もうようやらんわ。怖い、もう無理や。こんなもんで、逆に肩こるわ。ですか、この低周波マッサージ機みたいなの。もう怖い、魔力毛とか書いてるんですか？読めんけど、これもうやめときましょう。これ、ケーブルだけ使いましょうか。もう、これまたタイプ C 違うやろ？で、これが充電式となってます。で、充電された状態でここに送られてきてますね。痛かった。なんやこれ。大丈夫か？これ腹に貼って腹筋バキバキになるやつ違う。
それをうぶ主やったことないんですけど、こちらの商品リンクの方ね、また動画概要欄の方にね貼り付けておきません。で、値段なんですけどね、この値段で購入することができました。めちゃくちゃ安く買えたんですけどね、まあ、もう使わんかもしれない。あかん、怖い、もうむっちゃ怖いわ、もう逆に肩凝ったわ。さあ、以上で終わりましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ、こっち来てください。あ、もう買わんかったらよかった。何のくだりやって、疲れね、最近肩が凝ってね、もうこれでほぐしていこうと思ったんですけど、逆に肩凝りましたわ。もう汗かいた。